皆さんこんにちは、賃貸のまさきです。本日は桜ヶ丘にありますビルリバージュ 2LDK タイプのお部屋に来ています。皆さん、私の顔がちゃんと見えていますか？こちらでお客さんの顔もしっかり確認できるので、防犯対策もバッチリで安心して暮らしていただけますね。ではお部屋の中へ行ってみましょう。改めましてこんにちは。今私が入ってきたこちらの玄関部分になりまして、こちらの玄関部分にはこのように靴をたっぷりと収納することができるシューズボックスが備わっています。そしてこちらお部屋の方に入ってみると、すぐにこちら大きな LDK がありまして、とっても広々としていますね。明るい空間になっています。そしてこちらにはとても大きな台所がありまして、大きなシンクや調理場、パソコン置き場、そして水切り棚が2段ありますね。とても使いやすくなっています。収納もたっぷりとあるので、たくさんのものをこちらにすっきりと収納していただけます。そしてこちら奥がリビングになっているんですが、こちらのお部屋はとても可愛いアクセントクロスが特徴の茶色で落ち着いたお部屋になっていますね。おしゃれなお部屋になると思います。そしてこちらのお部屋からはすぐなんと和室に行けるようになっていまして、じゃん、どうですか。こちら6畳の和室なんですけども、とても使いやすいサイズで、リビングからすぐに出入りのできる落ち着いた空間になりますね。使い勝手は様々だと思います。そしてこちらの和室にはこのように大きな一軒の押し入れがついているので、収納力もたっぷりすっきりと使っていただけます。では次のお部屋行ってみましょう。こちら先ほどのお部屋にはこのように確認したカラーのモニター付きインターホンと便利なリモコン給湯がありますね。そしてこちらが洗面所になっていまして、こちらの洗面所にはこのように洗面台や、そして室内洗濯置き場、さらに収納もありまして、こちらの収納は半減でとてもたっぷりになっています。とても使いやすいですね。そして奥が浴室になっていまして、こちらのお風呂は小窓がついた換気のできるタイプになっていますね。とても明るくなっていて、採光もバッチリになっています。それでは最後洋室へ行ってみたいと思います。こちら奥が洋室になるんですが、その手前にはこのようにワシュレット機能付きの使いやすい洋式のトイレがありますね。上にも棚があるので、掃除用具などはこちらに収納していただけます。そしてこちら廊下の突き当たりが洋室になっていまして、こちらのお部屋結構広々としたお部屋で明るい空間になっています。こちらのお部屋にはこのように人の身長を165センチの私と届かないぐらい高さがあるこちらクローゼットがありまして、棚もあるので様々に収納していただけると思います。いかがですか。こちらのお部屋の魅力まだまだ紹介したいのですが、詳しくは賃貸のまさきホームページの方をご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。